つになったら実家を出ますか？あなたが売れ残る女にならないためにすぐにでもやっておくべき9つのこと。90日以内に彼に君の両親に挨拶したいと懇願させる、その秘密のテクニックとは？出会いの場に積極的に足を運んでもなかなか結果が出ない。そんな女性は自分の態度に問題がないのか一度冷静に検証した方がいいかもしれません。そこで今回は10代から20代の独身男性409名に聞いたアンケートを参考に、そりゃ彼氏もできないわ、合コンでひも手を確信される女性をご紹介します。1. やる気が漂いすぎてドン引きするほど派手な服で登場する。濃すぎて僕の手には負えない感じがしました。20代男性というように派手すぎるいでたちで合コンに臨むのは考えものです。反対に地味すぎる服装でもモチベーションを疑われるので、ファッション雑誌の合コンスタイルなどを参考にするといいかもしれません。2. 男性陣が引くくらい豪快に、うわぁ、とビールを煽る。僕はビール苦手なのでついていけない感じがしました。20代男性というように、男勝りの飲み方に合コンメンバーが引いてしまうケースです。ただし、酒豪揃いの合コンならいい飲みっぷりだね、と評価されることもなくはないでしょう。3. くちゃくちゃ音を立てるなど、食事マナーが汚い。クチャラーは生理的に無理。20代男性というように、食べる時に不快な音を出す人を問題外とする男性もいます。口を開けながら食べる癖がある人は、くちゃくちゃ音を出している可能性が高いので、注意した方がいいでしょう。4. 注文と乾杯以外、ほとんど喋らない。どんな人なのかさっぱりわからなかった。20代男性というように、寡黙すぎる女性は、男性の印象に残らないようです。ただし、おとなしい女性が好きという男性も少なくないので、話すのが苦手なら、表情やアイコンタクトで意思を伝える工夫をしてはいかがでしょうか。